とも、めちゃめちゃメッセージです。はい、ということで今日もやっていくんですけどね、今日はね、ちょっとね、進路のいいね、まあこれね、進路でね、悩んでるね、人もね、多いと思うんで、進路のいい、まあ高校ということでね、まあこれはね、結構ね、もう今ね、高校を選ぶ際にね、迷ってる方からするとね、ものすごいね、いいね、話かなと。まあ必要、ためになるね、話かなと思います。当時ね、僕もね、そういう話ね、聞きたかったなということでね、まあ、有益なね、話をね、ちょっとしていこうかなと。ということで、今日はね、広陵高校ですね。広陵高校の、まあ、いわば、メリットっていうね、話。まあ、だからね、ほんまにね、これをね、言うとね、広陵、まあ、いつもね、僕はね、どちらかといえばね、まあ、そういうチャンネルですからね、あんまこう、まあどちらかというとデメリットの方をね、ばっかね話すねチャンネルですけどね、今日はねちょっと逆に褒めてみようじゃないですけど、いいところもね、ちょっと語っていこうかなということで、広陵高校なんですけど、ね、これはね、まあ中国地方やったらね、まあ正直な話ね、まあダントツで、進路は、めちゃくちゃいいと思います。でね、これにこれを言うとね、なんかね、安田免選手が、名門校で、いい大学行って当たり前やろとかね、高齢レベルのね、強いチームの、選手がね、そんなね、いいとこに行くのは当たり前やろって、ね、思うかもしれないんですけど、あらかじめね、この進路のね、良さっていうのは、そのね、スタメンの人がいいところ行けるとかもまああるんですけど、あのね、試合出てなかったり、メンバー外れたり、そのメンバーにね、入ってない人たちでも、進路がね、いいのはね、もう圧倒的にね、広陵ってことでね、まあそれについてね、ちょっとね、いろいろね、掘っていこうかなということで、ちょっとね、まずね、広陵高校といえばね、これね、みんなに、おすすめしたいのは、まずね、こういうね、話をすると、大概のね、人はね、いや、じゃあ、その広陵高校にそもそもね、なかなかね、入られへんやろとかね、思う人多いかもしれないんですよ。ほんでね、まずね、この広陵高校の入りやすさで言うと、めちゃくちゃね、ハードルはね、低いです。はい。広陵高校ってね、意外と、そのね、高校でね、いろんな高校あるんですけど、この入りやすい、入りにくいって言ったら、非常に入りやすい高校なんですよ。だから結構ね、選手とかを結構ね、多めに取ってるんですよね。だからね、広陵高校は、まあ、何が言いたいかっていうと、その入りやすさも結構あると。だからね、智弁学園とかが進路いいとか言ってもね、いやそれ智弁学園そもそも入るの難しいやろってなるじゃないですか。でも広陵高校はそもそもね、別に入りやすいです。ほんで、これね、2個目のまあメリットで言うと、そのまあ進路ね、がね、なんでねそんなにいいのかっていうと、やっぱりね、この歴史が深いですし、このなんて言えばいいんですか、頭いいやつはやっぱね、それなりにこうちょっとね勉強ができたり野球がねうまかったりすると、あの明治とかね、あっちの方の、東京のね大学にもね全然行けるんですよ。でもねこれ逆にね、進路悪いね、高校とかもね結構してますけど、やっぱり、ね、実力があっても、東京行くなら、もう上部かアジアとかしかないんですよ。でこれ上部かアジアやったらもうめちゃくちゃしんどいですし、めちゃくちゃだるいじゃないですか。だからこうなかなかねこう踏み込めない。でもやっぱりそのね、明治であったり、その明治が練習楽とかじゃなくて、そんなねアホみたいにきつくなくて、それなりにね野球を頑張れて、プロに、ね、なれる可能性も高いっていうので、それね明治とかね、そういうねところにね、パイプを持ってるんで、だからねこの野球上手い人も、交流はねおすすめですね。で他にもねやっぱね進路でこういうねメンバー外のじゃあね、その僕の知り合いとかもね、高齢でメンバー入ってないとかね、そういう人もね結構いますし、そういうね、進路とかはね、じゃあそのメンバー外とかどうやねんっていうと、やっぱりねそのね行きたいっていうよりかね、大体ねそのね条件に言ったところの大学には入れてもらえるらしいんですよ。じゃあ例えばですけど、関西出身で高齢行きました、高齢でね、スタメン取れませんでした、じゃあもう大阪戻って大阪の大学行きたいですって言ったら、そんなしっかり大阪の大学に入れてくれますし、他にもね、逆にじゃあ僕福岡から来た場合みたいなね、人もそういう福岡のね、大学にね入れてもらえたり、だからこう基本的にそのね行きたい進路にね行かせてもらえるっていうのでは、ほんまにもうピカイチだと思いますね、進路って言えば。でも逆にね、そういうね、まあ、このメリットを話すって言ったんですけど、その、このね、逆に高齢にね、行かない方がね、いいっていう人は、どういう人かっていうと、高卒プロとかをね、狙ってる人
からするとほんまにね、高齢は向いてないと思います。高齢はね、どちらかといえば大学を入れて、そこからプロのある人とかね、多いんですけど、そもそもね、高卒がね、そのまま、そんなにね、好まれてないんで、高齢では。だから、高卒プロっていうのは、あんまりね、まあ、ご法度みたいな感じなんで、ほんまに高齢行きたい人は、大学までやるかとか、社会人目指すとかね、俺実力ないけど、もう他の高校で、ちょっと、なんや、こう、スタメン取るかどうか、で甲子園出られんより、もう高齢で一発勝負して、もしあかんかっても面倒を見てくれるっていうね、その実力がね、こうそんなに自信がない人とかは、意外とね、高齢とかに行けばめちゃくちゃいいのかなと思います。だから、ね、逆に言えばなんですけど、OBI とかがね、強い高校でもあるんですよ。やっぱこう OB とかが毎回ね、高齢のねグラウンドに集まったり、その甲子園とかでもね、いろんなね OB が集まるのはね、やっぱその伝統校とかもあるんですけど、そういうね、進路とかをしっかりしていただいたから、やっぱりね、そういうまあ恩返しとかで、OB の協力もね強いっていうことでね、だからね、広陵高校はね、ほんまにおすすめですね。はい、もうその実力が曖昧な人とか、まあね、そこでね、スタメン取れるかどうかは別として、まあスタメン取られんかったとしても、その自分のね、行きたいね、大学とかにね、行かしてもらいますし、ほんでね、逆にね、スタメンとか取ったらね、そっからね、もうほんまに多いんですよ、その、大学、高校時代ね、スタメンでめちゃくちゃね、こう、輝いても、進路で、正直な話ね、まあこれ、ね、またね、どこの大学とかね、言うんですけど、そういうね、全然ね、しっかりしてない大学のね、野球部とか入れられて、ほんでね、もう野球部は入ったはいいけど、もう2回生ぐらいでね、なんかもう、全然これやってる意味あるんかな、みたいな。めっちゃ、こう、厳しいくせに、2部で進路もないとかやったら、これやめた方がいいんちゃうか、みたいな、なるところも多い中、やっぱりね、しっかりしたね、進路にもね、入れてもらえますし、やっぱり実力ある人は、やっぱそれね、相当のね、進路にもね、いけますから。だからそういう意味ではね、まあ、広陵高校はね、まあ、そのずば抜けた選手が行くにはおすすめしないですけど、それなりにね、野球がうまい、甲子園出れるレベルにおる、ワンチャン甲子園に出れるレベルでスタメン取れそうなぐらいの実力のやつ、覚醒したら、うまくなりそうなやつとかは、広陵に行くのが僕はおすすめかなと思いますね。まあ、中国地方やったらね、まあ進路はもう正直な話ね、もうダントツやと。はい、もう他、まあ、ちょいちょいあるんですけど、まあそのね、まあでもね、高齢はその就職とかもね、結構ね、そう就職とかでもね、結構ね、面倒ね見てもらえるんで、こういうね話もあったぐらいね、まあ例えばですよ、大学がありましたと。ほんで大卒ね、行くね、進路と、その、高齢とかね、まあ、進路いい高校のね、高卒でね、行くね、企業がね、一緒やったりね、するんですよ。だから、それぐらい、だから、大卒でしか入らないようなところに、高卒でね、掘り込めるぐらいのね、力もあるんで、ほんまだから、進路迷った人は、まあ、間違いなく高齢です。はい、もう、中国地方は。まあ、その、関西とか、まあ、東北とかやったらね、またね、そういうね、進路のね、いいところっていうのはね、全然ちゃうんですけど、そういう意味ではね、やっぱり、まあ、高齢がね、ずば抜けてるんちゃうんかな、と思いますね。まあね、これでね、勘違いしないでほしいのは、やっぱりね、その進路いいとかね、進路悪いとかもね、やっぱりね、あるんですけど、やっぱりそれはね、この強いから、ある程度強いからこそ、やっぱりそういうね、いろんな、甲子園出て、この選手欲しい。で、スカウトされるじゃないですか、例えば。ほんなら、次からもお願いしますね。で、こう、パイプができていくんで。やっぱりね、進路がいい高校ほど、やっぱりね、ある程度のね、強さとかね、伝統的なね、強さあるってことでしたね。まあ、だから、何や、この明治とか、やっぱね、そういうね、東京でね、活躍したい。東京でね、野球やってみたいっていう人はね、広陵とかね、いいんちゃうかなってね、思いました。はい、まあこれがね、広陵高校の、まあ、メリットと、まあデメリットの一個話すなら、まあそのプロに、行きたい、高卒でプロ行きたいやつはおすすめしないと。ほんでね、まあその、ギリギリ
スタメン取れる、甲子園に行きたいとかね、甲子園行かれんくてもその後の進路をしっかりしてもらいたいっていう人は、広陵高校おすすめです。はい、ということで皆さんの意見はぜひコメント欄に。それじゃあお疲れ。